3枚で作るランドセルを作ります。まずこちらを半分に折ります。もう一度半分に折ります。開きます。こちらの折り目に向かって折ります。開いてこちらの折り目に向かって折ります。一度開いたらまずこちらの折り目で真ん中で半分に切ります。次にこちらの折り目で切ります。次にこちらの折り目で切ります。使うのはこちらの3枚になります。まずこちらを作っていきます。こちらを3分の1に折ります。こちらの角を三角に折ります。こちらで一つ目のパーツの完成です。次にこちらを、半分に折ります。開きます。折り目に向かって半分に折ります。こちらを半分に折ります。こちらの輪になっている方を角を三角に折ります。一度開いて中割り折りをします。こちらで2つ目のパーツの完成です。次にこちらの紙を使います。まずこちらを半分に折ります。一度半分に折ります。開きます。中心に向かって三角に折ります。こちらの角を中心に合わせて三角に折ります。裏返してこちらを中心に合わせて三角に折ります。裏返します。こちらの辺を、真ん中の折り目に合わせて折ります。こちらとこちらの角を中心に合わせて三角に折ります。裏返します。こちらの袋を開いて潰します。こちら側も袋を開いて潰します。裏返してこちらの辺で内側に折ります。折り目をつけて戻します。他のところも同じように折ります。こちらでパーツの完成です。最後にこちらを使います。こちらを縦横半分に折ります。開きます。中心に向かって三角に折ります。裏返して中心に向かって三角に折ります。裏返してもう一度中心に向かって三角に折ります。裏返してこちらを袋を広げます。裏返して角と角で内側に折って折り目をつけて戻します。ちらで完成です。こちらのパーツを組み立てていきます。まずこちらの3個の方に、糊をつけます。こちらを差し込んでくっつけていきます。次にこちらのパーツのこの部分に糊をつけます。こちらの部分に差し込みます。反対側はこちらの隙間に差し込みます。こんな感じです。次にこちらの棒の部分に糊をつけます。こちらの上の部分と下の部分に差し込みます。こちらで完成です。